記者の絵本機関車、トーマス。記者の絵本のディーゼル機関車機関車トーマス機関車、トーマス。記者の絵本のディーゼル機関車機関車、トーマス。記者の絵本のディーゼル機関車では、ウィルバート・オードリーと息子のクリストファー・オードリーが作り上げた、イギリスの架空の島ソドー島を舞台に、そこの鉄道網で活躍する機関車や、自動車などとそれに関わる人々を描いた絵本。 記者の絵本と、その映像化作品、機関車、トーマスのうち、ディーゼル機関車のキャラクターを扱う。第6シーズンのみ、江川久夫が代役で担当。長編第12作と、長編第14作と、第23シーズン、真面目なディーゼルの歌唱部分のみ、石原慎一が担当。第19シーズン、パーシーを救出せよ第20シーズン。 ディーゼルの秘密、第21シーズン、大寒波がやってきた、デイビッド・ロス、世界鉄道百科事典、小池茂、湧田康夫役、有所館、2007年、P289 なお、デイジーは1両編成であるが、実際の101型は必ず1ユニット2両編成で、運用される。例として、第4シーズン、デイジーとお牛の目玉の冒頭、トビーとの会話後に、 駅から出発するシーンで、前の台車が三軸なのが確認できる。第21シーズン、デイジーと、ハービー、デイジーの完璧なクリスマス第21シーズン、ディーゼルのは、無性、デイビッドロス、世界鉄道百科事典、小池茂、枠田康夫役、有所館、2007年、P298 第26巻の現代が、トラムウェイエンジンズと複数形であるのも、 トビーと彼女を指しているからである。原作26巻でも、貨車の入れ替えの都合上、専用線の外まで貨車を引いていい許可をもらっている。TV シリーズでは前述のクレーピッツ線など、他の路線にも姿を見せている。このシーズンは、彼女自身は、迷子になった、ステップニーのみの登場だった。大半は担当していた声優が、他の事務所に移籍したため。デイビッドロス。 世界鉄道百科事典、小池茂、枠田康夫役、有所館、2007年、P286 彼の t v シリーズでの登場は、現在この話が唯一である。第17シーズン、ソルティは、海が好き第15シーズン、と、駆守消防車不倫のみ、ルパートディガスが担当。第16シーズン、壊れたオールドウィージー、島島のゴードン、デントダートは、 e コンビ第15シーズン、と、駆ュ消防車不倫のみ、キース・ウィッカムが担当。第19シーズン、レント・ダートは、いいコンビでは、彼が単独で修理したこともある。これは、ソルティのものと似ている。エミリーやデイジーなど女性車両は、姉さん。第17シーズン以降はトーマスに対してはさん付けを、しなくなった。消えたディーゼル機関車たち。 ディーゼルのクリスマスキャロルその1など。第17シーズン、ゴードンの壊れたボイラー第21シーズン、時間を節約しよう。しかし、2018年現在、デニスが CG アニメに登場していないため、デニスと一緒にいるシーンはない。実機も故障が多く、試験機1台のみの製造で量産されなかった。第17シリーズ、凍りついた。 天舎大第18シーズンのみ、ケン・サンダースが担当。ただし、後の作品で、パクストンに気づかれないように、ディーゼル、レン、ダートと共に隠れていた。第20シリーズ、歌うシドニー第21シーズン、フィリップは68番では、自分の番号の由来を知りたがろうとしていたことがあるが、羊を68匹救い出したのがきっかけで、それを、マイラッキーナンバーに設定した。 第19シリーズ、やっぱりやんちゃなフィリップ最初はトビーが自分と同じ、箱型ディーゼル機関車だと勘違いしていた。第22シリーズ、トラでトラブル、初登場前には、第4シーズンの、ブルーベル列車で不気味なディーゼル機関車として、仮名を出演していた。デイビッドロス、世界鉄道百科事典、小池茂。 ワクタ・ヤスオ役、有所館、2007年、P298、機関車紹介の際も、デリックではなく、ディーゼルとなっていた。ビルット、レンも、悪い奴じゃなかったと語っている。A.B. デイビッドロス、世界鉄道百科事典、小池茂、ワクタ・ヤスオ役、有所館、2007年、P312AB カーは、メインランドのディーゼル機関車の流用である。ヒューゴは、 ディーゼルエンジン搭載型だが、これは、後期改造型。製造初期のシーネン・ツェッペリンは、ガソリンエンジン搭載である。名前の由来は、シーネン・ツェッペリンの設計者、フランツ・クルッケンベルグ。ヒューゴ自身もこれらの欠点に言及している。ユース仕様の塗装に似ている。長編第13作、飛び出せ。友情の大冒険言語版で判明。 ムービーダマスジプンのツイートツイッターハットなお、実機は、ヨーロッパの鉄道以外は、香港 MTR のみに納入されており、中国本土では運用されていない。デイビッドロス、世界鉄道百科事典、小池茂、ワ枠田康親区、有所館、2007年、P308。ありがとうございます。